恐れの反対は愛、二つは一つ表意一体、切っては切れないもの。ありのままの自分を愛することで本来の自分らしさを取り戻していく。答えはすでに自分自身の中にある。味わいに来た、ただそれだけのこと。何も不思議なことじゃない。感じることにフォーカスするようになってから、より敏感に感じ取れるようになってきた変化の一つ、本来の私たちが持っているもの。ただ私は感じ取るセンサーが敏感なだけ、みんな持っている。何千回何万回と転生を繰り返された。地球上の生活が長かったから忘れてしまっているだけ。